まあ、一般状態としたらですね、はい、この間のそのミダゾラムっていうお注射した後だけちょっとドライと缶詰食べたけど、はい、その後は食べない。お水は今飲んでるけど、うん、今日はこれもなかなか食べてくれないね、うん、という様子です。それからこれがなんか来てたんだよね。これはまあ、あれ、血液検査の結果の紙って渡しましたっけ？これだ。これですね。違うか、12月27日、だいぶ前のやつだな。11月11日ってやつって渡してないですよね。まあまたね、あのこの間多分水曜日に私撮ってんだよね、はい、11日で、ですからまあ水曜日に撮ります、はい、本当は月曜日火曜日の方が週中に来て結果が話しやすいんだけど、なんとか週末にはギリギリ来そうなんで、水曜日になると下がってるといいんだけどね。そうね、ちょっとずつでね、うん、ね、もかちゃん、そうね、この鼻のクシュクシュは絶対流動食のせいなんだよね。はい、ってやってどうしてもさ、吐いてっちゃうんですよ。で、流動食やる人とか持ってる人がみんなまみえちゃうんだよね。うん、だけどやらんわけにいかんからさ、でやってきてるから体、ここのとこ7キロ超えてるもんね、3日4日は、うん、でちょっと量を増やしたんだよね、食事の量も。もかちゃんは嫌がると嫌だと思うんだけど、ちょっとでも食べてもらう、そういうことで、まあそういうことかな。あとは、もかちゃん今日食べんかったからね。なんか美味しそうです。あげてみてください。私がやれ。はい、お待ちしておるよ。お待ちしておる。はい。あ、いいね。あ、かわいい。いいね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、これはこれ。いらんの。いらんの。ありがとうございます。まあ。